関東労災病院は神奈川県川崎市中原区に存在する医療機関、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する労災病院である。1953年、神奈川県及び川崎市は、京浜中科学工業地帯における労働災害による被災労働者対策と地域医療の充実を図るため労災病院の誘致運動を行い、 これを受けて労働省は1954年、関東地区のセンター病院として、関東労災病院を設置することとした。病院設置にあたっては、神奈川県、川崎市はもとより、土地所有者であった東京急行電鉄株式会社、その他関係者の物心両面にわたる理解と協力が、現在地選定の大きな力となった。ABCDEFGHIJKLMN。 OPQRSTU 神奈川医療情報検索サービス神奈川県2021年1月9日閲覧災害拠点病院一覧厚生労働省2021年1月9日閲覧県内のがん診療連携拠点病院一覧神奈川県健康医療局保健医療部がん、疾病対策課2021年1月9日閲覧 救急国事医療機関一覧。神奈川県。2021年1月9日閲覧。病院評価結果の情報提供。公益財団法人日本医療技能評価機構。2021年1月9日閲覧。 http://www.jce-pct.jp:/accreditation.pdf NPO 法人卒後臨床研修評価。機構認定証発行病院一覧2020.121 NPO 法人卒後臨床研修評価機構2021年1月9日閲覧。abcdefg 交通アクセス。 関東労災病院2021年1月9日閲覧ありがとうございます。